今回は人を使って簡単に作れるガパオライス風の作り方を紹介します。本場のレシピではバジルやナンプラーを使うガパオライス。今回はバジルよりも手軽に安く手に入るシソの葉、調味料は身近にあるオイスターソースなどを使用し、お手軽レシピを紹介します。それでは作っていきましょう。ピーマンと玉ねぎを1センチの角切りにします。調味料を合わせておきます。砂糖を小さじ1、紹興酒または酒を大さじ1入れます。オイスターソースを大さじ1入れます。醤油を大さじ1弱入れ合わせておきます。材料はピーマン2個、玉ねぎ1/4、シソ1枚、ニンニク生姜みじん切り1、ひき肉 80g、卵1個、ご飯 200g、 合わせ調味料です。鍋に大さじ1の油を入れひき肉を炒めます。日本のレシピでは鶏ひき肉を使いますが、今回は豚ひき肉を使います。ひき肉はお好みで合いびきでも豚でも鶏でも OK です。肉の色が完全に変わるまでしっかりと炒めていきます。このくらいに肉が炒まったら、ニンニク、生姜を入れて炒めます。辛いのが好きな方は唐辛子を加えてください。ピーマンと玉ねぎも入れて炒めます。ちょっと全体的にパサつきを感じたら油を少量足します。このくらいまで炒めたら合わせ調味料を入れます。よく絡めるように混ぜ合わせます。調味料が具材に染み込み絡んできたら出来上がりです。さらにご飯を盛り付け炒めた具材を乗せていきます。トッピングの目玉焼きを焼いていきます。卵はお好みの焼き加減で仕上げてください。ご飯と具材を卵と絡めて食べたいので、身は生に近い状態にしてあげます。
玉焼きができたら真ん中にトッピングします。最後に裾の手でちぎってから散らせていきます。これで裾のガパオライス風の完成です。少ない材料で手軽に作るのでよかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いします。